幸せとは分かち合えるもの、悲しみは分け合うもの。景色を見るためにこうやっとるようなところもあります、何もかも忘れてこう本当に幸せな気分に浸れるんで、全部段々畑でしましま模様が綺麗だったんですけど、今見る限りポツンポツンと畑があるだけで全部もう原野の近いような形になってしまったんで、現実やっぱり大変です、難しいですけど、利益が上がるような農業ができれば自然とみんながやっぱり山に帰ってきて、若い人もそのためにちょっと頑張ってやろうかとは思ってます。綺麗にしていくと石垣が残ってるんですね。やっぱりその昔の人の、魂じゃないですけど、本当にそういうものがやっぱり残ったのかなという、大切にこう今あるものを守り続けていくっていうことをしながら作っていきたいとは思っています。ずっと後々の人が苦労しないように本当に畑を作ることに専念できるようなことにしてくれたんじゃないかなと思うんですけど。今まだ90歳を超えてもこの島ではまだ苗を植え続けとってる人がおるんで、90歳で植えるということはその人はまだひたすら植えとってる人もおってですし、それが励みになって僕も頑張ってやろうかなと思います。本当に。耳元でささやくように。